競泳パリオリンピック五輪代表選考会第6日22日東京アクアティクスセンター女子 200m バタフライ12年ロンドン五輪銀メダルの入江陵介34=糸満東進が男子 200m 背泳ぎ決勝で3位に終わり日本競泳初の5大会連続五輪出場を逃した。進退については明言を避けたが、最後は自分を褒めてあげたい、と口にした。竹原修一、19=東洋大、が派遣標準記録、1分56秒92、突破の1分56秒28の1位で初の五輪切符をつかんだ。女子 200m バタフライは1位の三井絵里、横浜さくら、と2位の牧野ひろ子、相生日生同和損保、が出場権を獲得。女子 200m 平泳ぎは33歳の鈴木さとみ、ミキハウス、が1位で 100m に続いて代表に決まった。砲台1年のミーが初の五輪切符をつかんだ。3番手で折り返した前半から追い上げ。2分6秒54の自己記録。23年世界選手権5位入賞の19歳は、メダルを取れるように頑張りたい、と見据えた。2分7秒61の2位で続いた牧野も初出場で、タイムは満足できないけれど、最低限の派遣、標準記録は突破できたのでほっとしています、と噛み締めた。